球惑星環境学科准教授平沢達也の講演です。質問コーナーは宇野ゆりかさんです。平沢先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、地球惑星環境学科准教授の、平沢達也です。今回は、化石と廃発生から探る脊椎動物進化の謎というテーマで、私の研究室で進めている研究の話を紹介します。地球上にはさまざまな生き物がいますが、私は主に脊椎動物に注目してその進化の研究をしています。脊椎動物には私たち人を含む哺乳類はもちろん、鳥類、爬虫類、両生類、そして魚類とさまざまな姿形の動物が含まれます。さらに過去に遡ってみると、現在では見られないような形をした動物がいます。これは6600万年前に生息していた恐竜ティラノサウルスの頭の骨で、現在の地上に生息している肉食動物と比較して非常に巨大です。さらに遡ると2億9000万年前にはこのような背中に大きな帆を持って地上を闊歩していた脊椎動物がいました。この動物はディメトロドンという種類で、トカゲの仲間のようにも見えますが、実はこれは私たち哺乳類の祖先にあたる動物と近縁でした。さらに3億8000万年前まで遡るとこのような脊椎動物もいました。これはバンピ類という魚のグループの一種で、尾びれの部分以外は甲殻類のような体の外側を覆う骨格に覆われ、これ胸びれなんですけども、胸びれも甲殻類や昆虫の足のような形をしていました。これらの現在そして過去の動物たちの体はどのように進化してきたのか、それを調べていくために私の研究室では化石の研究をしています。タイムマシンがない以上、化石記録は過去の生物、進化過程の唯一の、直接証拠です。これを最新の観察技術で調べたり、系統図上での比較解析を通じて、進化過程の解明を進めています。それから、原生種で体の形ができる過程を研究して、体の形の進化はどうやって起きるのかの、そういった解明も進めています。そのために異なる体の形を持つ動物を用いて、細胞レベル、遺伝子レベルでの比較をしたり、仮説を検証するための、実験を行っています。このような分野を、進化発生学と呼びます。従来は古生物学と進化発生学はそれぞれ別の研究室で進められるものでした。しかし、古生物学から生まれるアイデア、あるいは進化発生学から生まれるアイデアを両方とも生かしていかないと、どのように進化してきたのだろうかについての理解はなかなか進みません。そのために私の研究室では、古生物学と、進化発生学の、異分野融合をしながら研究を進めています。脊椎動物を研究対象とする大きな理由として、脊椎動物の骨格は、パーツの組み合わせでできており、異なる種で比較することができるということが挙げられます。これは、こう頭の骨の鼻先の部分をこうフィーチャーした、骨格ですが、パーツ同士の位置関係や、それぞれの形態を比較することができ、進化の過程で、この部分の、構造がどのように変化してきたのかを調べることができます。骨の化石からは骨の形そのものだけではなく、その表面についていた、筋肉や、靭帯などの、軟組織の形態を調べることも可能です。これは私が、学生だった時に初めて出した、論文なんですけども、ティラノサウルスの、仲間の恐竜のこう背骨と、肋骨をつなぐ、靭帯が、どのように、位置していたのか、そういうのを調べて、肋骨のつき方からティラノサウルスの胴体がどのような形をしていて、
呼吸の時にどのように胸を動かしていたのかを復元できるようになりました。化石は地層の中から見つかります。そのため化石が産出する地層を調べるフィールドワークもやります。地球惑星環境学科では古生物学以外にも地層や岩石を研究対象としているさまざまな研究室がありますが、学部の授業や実習でこういったフィールドワークの基礎を学ぶことができます。これは私が大学院生だった時に参加したゴビ砂漠における恐竜化石発掘調査の様子です。日本国内に限らず海外のフィールドもターゲットです。また世界各地の博物館に登録所蔵されている標本の中にはまだきちんと研究されていないものや一度研究されたものの新しい視点で研究し直す価値があるものがたくさんあります。そういったものも調べています。さて深海宇宙現在の自然科学でも未知の領域はまだ多くありますが遠い過去の生物進化にもまだまだ自然科学のフロンティアが残されています。生物が死んだ後に堆積物中に埋没し分解されずに化石として地層中に残る確率はとても低く私たちが手にすることができる証拠は極めて断片的なものです。そう考えると化石記録を研究したとしても進化過程の解明につなげていくことはできないのではないかと思う方もおられるかもしれません。しかしこの断片的な証拠というのは遠くの宇宙を観測するのと似たような遠い過去の生物進化の観測だと私は考えていて、その観測をつなぎ合わせて謎を解き明かしていくところにこの古生物学の面白さがあると思っています。ここに見せているのは約4億年前のパレオスポンディルスという脊椎動物の化石です。このパレオスポンディルスは非常に奇妙な形をしていてどのグループに属するのか長年謎でした。こういう未知の形をした化石種の形を理解し進化の系統図上の正しい位置に置くことがこの遠い過去の生物進化の観測にとっては避けては通れない重要課題です。私たちの研究グループはこのパレオスポンディルスの正体の解明に成功しました。この研究は最近ネイチャーに論文が掲載されいろいろなメディアにも取り上げられて大きな反響を呼んでいます。パレオスポンディルスは1890年に初めて報告されスコットランドの当時は湖だった地層から数千点以上の化石が見つかっています。しかし1890年の報告以来脊椎動物はどのグループに属するのか不明で、さまざまな著名な研究者がこの謎に挑んできました。脊椎動物のこの主要な系統分岐はシルル紀末4億2000万年くらい前までに起きましたが、それぞれのこの原始的な、グループ、この部分ですね、この部分、は、このグループの、中期デボン期、大体、4億年くらいまでの、進化過程についてはよく分かってないことも多く、パレオスポンディルスはこのここら辺の、どの系統に属するとしても初期の脊椎動物の進化過程解明にとって重要な動物種の一つと言えます。しかしその謎が解決することは132年間ありませんでした。それはこの化石種が基地の脊椎動物の 体の形とは一致しない奇妙な姿をしていたからです。パレオスポンディルスは一見こうキメラ的にいろいろな系統の特徴を合わせ持っています。例えば歯がない点、胸びれや、腹びれがない点は、ヤツメウナギや、ヌタウナギを含む円甲類という、大体5億年くらい前に、私たちの系統と分かれた脊椎動物グループと共通しており、
頭骨の表面を覆う皮骨がない点は、軟骨魚類、サメなどの、軟骨魚類とも共通しています。一方で、このパレオスポンディリスという、名前は古代の背骨という、名前の、意味ですが、その名の通り、背骨が、よく発達していて、これは進化的に新しく現れたグループに見られる特徴です。そのためどの、脊椎動物に、こう属するのかわからない不思議な化石種として、一般向けの本にもよく登場するような存在でした。このことは脊椎動物の形の進化に関して、私たちの理解にはこれまで限界があったことを、意味しています。パレオスポンディリスについて解明が進まなかった要因として、観察技術の、向上にもかかわらず、関節、骨同士の、境界を明瞭に観察することができなかったため、頭骨、頭の骨がどんなパーツに分かれるか、不明だったことがあります。この問題に対して、私たちは、最高の標本と超高分解の、高コントラストの、条件を戦略的に揃えて、解決に成功しました。X 線を使った CT 撮影により、岩石内部の骨格を観察するため、頭の骨が完全に、こう母岩に覆われたままとなっている、極めて、珍しい化石を探しました。そして、シンクロトロン放射光 X 線マイクロ CT という、特殊な装置で精密な観察を行いました。これが、研究に用いた標本です。普通は、化石がある面で岩石が剥離するのですが、今回は完全に無傷な骨格を調べたいため、頭の部分は、この岩石に覆われていて、くしっぽだけちょろっと出ているような、こういった標本を探し出しました。そしてそれらを大型放射光施設スプリング8というところで電子を超高速に加速させた時に出る明るい X 線を使ったシンクロトロン放射光 X 線マイクロ CT で観察しました。その結果見事完全な状態の頭の骨の化石が岩石内部に観察でき、その形態を精密に観察すること、解析することができました。なおこの研究で得られた貴重な3次元形態データはデータベースで公開し、世界中の研究者が利用できるようにしています。この研究では骨格内部の微細な組織の構造まで3次元的に精密に観察できたというところがポイントです。これは断層像の一つですが、このように骨格内部にこの黒く見えている細胞が収まっていた穴が見えます。詳しく見るとこの化石の微細な組織形態は原生の硬骨魚類、ここでは胚魚を示してますけれども、原生の硬骨魚類で見られる骨格組織と共通していることが判明しました。そしてこの組織をこう断層像で追っていくことで骨格要素パーツの間の関節がどこにあるかを突き止めることができるようになりました。関節骨同士のその境界をこのように色分けしてありますけれども、このように明瞭に観察できたのはこれが世界初です。これにより初めてパレオスポンディリスのこの頭の骨のパーツがここになんかいろいろラベルしてありますけれども、他の脊椎動物のどの部分に相当するかが分かりました。それぞれの骨格のこうパーツの形についても他の脊椎動物と比較できるようになりました。例えばこれは後頭部の骨格を抜き出して示してありますけれども、この後頭部の骨格を精密に観察するとこの内部にこうオレンジで示してある三半規管が収まっていた穴が確認でき、この形態は円孔類ではなく進化のより後で出てきたような
顎の関節を持つ脊椎動物の仲間である確実な証拠となります。その他多くの、形態的特徴が明らかになったのですが、その中でも驚くべきものは、ここに書いてある、頭蓋内関節という、この頭の骨をこう前後に、こう二分する、関節があったことでした。この頭蓋内関節は、肉体類というグループと共通する特徴です。肉体類とは、こう私たち陸上、脊椎動物、四動物や排除、シーラカンスを含む、この系統です。頭蓋内関節は進化とともに、失われがちですが、現在でも、シーラカンスには、残っています。さらに、パレオスポンディルスのその他の特徴は、この肉体類の中でも、四動物に、共通しているものが多くありました。そうした、形態的特徴をもとに、世界初の、系統解析をしたところ、パレオスポンディルスは、この四肢動物の、系統の中に、位置すると、推定されました。このデボン紀、デボン紀には、脊椎動物が陸上進出を始めた時代ですけども、この時代の、この四肢動物というのは名前と違って、こう手足ではなくこうヒレを持つ、ものもいました。パレオスポンディルスはこのエウステノプテロンのような、こう胸びれとこう腹びれを持っていた仲間よりもこういった手足やこう手足に、似たヒレを持っていた仲間に近い、動物であったと、推定されます。前に説明した歯、飛骨性頭蓋、胸びれ腹びれ、もしくは手足がないという、こういった奇妙な特徴は円甲類のような5億年前に他の脊椎動物と分かれた系統に見られる原始的な特徴ですが、実は、四肢動物の中で一生の間の一時期にこうした特徴を持つ生物も存在します。例えば、カエルがその一つです。幼生段階、つまりオタマジャクシの間は手足がなく、飛骨性頭蓋も未発達で歯もありません。パレオスポンディルスがこう四肢動物の仲間であったことを考えると、おそらく、この、パレオスポンディルスの化石は幼生なのだろうと、考えられます。この研究では、脊椎動物進化における、1890年以来の謎を解くことに成功しました。最適な標本探しと最新の観察技術でパレオスポンディルスの頭骨の形態を初めて他の脊椎動物と比較可能にしました。系統解析の結果、パレオスポンディルスは四肢動物の系統に属すると推定されました。パレオスポンディルスは幼生段階の姿で大人は別の形をしていたのか、あるいは幼生のような特徴を持った大人の状態がパレオスポンディルスだったのかについては、今後さらに研究を進めなくてはなりませんが、この研究はヒレから手足の進化について従来はほとんど考慮されてこなかった移行期のこういった移行期の動物の発生に関して手がかりとなるかもしれません。魚の形態的多様性を考えると、例えばこう干潟などに住んでいるムツゴロウのような魚からこう何度も手足、四肢が進化しても良さそうなものですが、化石記録によると、四肢の進化は一度のみの、ようです。こういったこうヒレや、手足を後から作り出すようなこう幼生を経る発生の中で、進化した、可能性も考慮すると、こうヒレの発生と、四肢の発生を比較して、どのように進化したのかを調べる、進化発生学研究において、どのような発生過程を持つヒレから手足が進化できるのかの理解を、進められるのではないかと、期待できます。さて今度は、哺乳類の進化についての研究を紹介します。この系統図は、呼吸器官の進化を示したものですが、哺乳類は、鳥類とともに代謝が高く
多くの酸素を体内に取り込むための呼吸器官を進化させています。鳥類の呼吸器官の進化も面白いのですが、今回それを置いといて、哺乳類に、こう目を向けると、肺が、複雑な構造となっているのが、分かります。こういう複雑な肺は呼吸をするときに空気を入れ替えるのが大変なのですが、哺乳類の系統ではそれを可能にする筋肉を進化させています。それは横隔膜です。横隔膜は、この胸腔と、腹腔を隔てる、こういったシート状の筋肉で、これが動くことで、胸腔の栄養石を変え、息を吸ったり吐いたりするときの駆動力として働きます。面白いことに、この横隔膜、この筋肉を支配する、神経、脊髄神経は、首のレベルから、こう伸びて出ています。意外と知られてないんですけども、他の、原生の脊椎動物には、これと対応するような構造はありません。類似の構造が他の動物には見られないため、これがどこから進化してきたのかについては、長年、未解決でした。そこで私は単なる、解剖学的な比較ではなく、発生の過程にこの問題を解く鍵、進化過程の、痕跡があると予想して研究を進めました。肺発生で筋肉の、前駆細胞はどこから生じるかに、注目してみると、最近の研究で、こう体幹部の、背骨を中心にできる筋肉、例えば背筋など、そういったものと異なって、横隔膜は、手足の筋肉や、舌筋などと、そういった、体幹部の中心から離れた位置にある、筋肉、そういったものを作る、特殊なタイプの前駆細胞から発生することが分かってきました。つまり、筋肉の元となる、前駆細胞に遡ると、比較できる構造があるということです。脊椎動物の肺発生において体の筋肉は、体節という、分節した構造を取る、組織に、由来する細胞から発生しますが、一部の筋肉、四肢筋と、舌筋などは、ここに書いてある移動性筋、前駆細胞、略して MMP と呼ばれるタイプの細胞を経て生じます。この MMP も体節由来ですが、元々の分節パターンをなくし、特有の遺伝子発現の関与のもとに移動していって、こういった四肢筋や舌筋を作ります。2000年代からの研究により、哺乳類では横隔膜も MMP から生じることが分かっていました。そこで私は祖先動物の発生でこの MMP が体のどこに分布して筋肉を作っていたかを推定できれば、横隔膜の進化的起源をたどれるのではないかと考えました。このタイプの前駆細胞が体の中で生じる位置は、生じた筋肉を支配する神経が脊髄から出る位置と同じです。そこで実験的に扱える動物種、マウスなど以外でも、肺発生をいちいち、調べなくても、この前駆細胞 MMP を、作る体節の分布を知ることができます。横隔膜と、横隔膜の MMP は、この舌筋とこの前足の、筋の、MMP の間に、生じますが、舌筋の MMP は、常に前の方、前から、頭から数えて前から6番目の体節より、前方、頭側で生じるのに対し、この前足の位置というのは、進化の中で、変化しています。そこでここでは祖先動物の MMP の、前駆細胞の分布を推定するために、この前足の筋肉の前駆細胞と対応する神経の構造、それはちょっと専門的になってしまうんですが、腕神経層と、呼ばれる、神経の構造に着目しました。つまり、哺乳類に至る進化における腕神経層の位置の変化から、横隔膜の前駆細胞が進化した過程の手がかりが得られると予想しました。
そのために、系統図上で、どのような状態からこうどのような状態に進化したかを調べる必要があります。しかし神経そのものは、化石として残りません。そこでまず、原生種の、腕神経層を調べ、腕神経層の位置と対応する、骨格の、形態的特徴を明らかにします。次に、その対応関係を、化石種に当てはめました。この時、こう爬虫類も比較対象にすることで、この祖先動物からこう哺乳類に至る進化における、腕神経層の、位置の変化を復元することができます。なおここで対象としているこの哺乳類の系統と、爬虫類、鳥類の系統は、まとめて、葉膜類というグループで、まとめられます。たくさんの、解剖学論文のデータを使って、これら葉膜類の、原生種の腕神経層の、形態比較を行ったところ、葉膜類の腕神経層の、基本構造はこのように、共通しており、その位置というのは肋骨の、形が、首の、肋骨の、タイプ、まあ、頸肋型から動肋型、胴体の、肋骨の、タイプに、変わるポイントと、このように、このような位置関係で対応していることが確かめられました。したがって化石においてもこの肋骨の、形態を調べることによりこの腕神経層がどの位置にあったのかを推定することができます。化石のデータを集めるためにはアメリカ自然史博物館などに所蔵されている、まあ、こんな感じの、化石骨格の、データを化石骨格を調査し、それらの化石種の、頸椎の、数を、同定しました。得られたデータを、系統図上で、比較すると哺乳類の祖先動物を、含む、基盤的な、動物の頸椎の数は5個であったことが分かり、彼らの腕神経層はこのように頭側から4番目の神経から始まる C4C5C6T1 という脊髄神経で構成されていたと復元されます。そして、哺乳類に至る系統ではこのような状態から腕神経層が頭からどんどん離れていって、尾の方、にずれていったと推定されます。復元された、祖先動物の、腕神経層と、原生哺乳類の腕神経層を、詳しく比較すると興味深いことが分かります。この横隔神経は、頭側から4番目と5番目の神経 C4C5 から出ますが、この部分は、葉膜類の腕神経層のこの基本部分、黒で書いてある部分と、連続的になっています。この両者の、形態を比較するとこの原生哺乳類の、C4C5 は祖先動物の、C4C5 の痕跡で、この部分から考えると、横隔神経この部分は祖先動物の健康化神経と対応していると考えられます。健康化神経が、支配している筋肉は、健康化筋という名前の筋肉でこれは、こう肩甲骨の内側こう内臓側これはイグアナの例ですけれども、内臓側に、分布している筋肉です。この哺乳類の祖先動物にある、基盤的単球類でも、健康化筋はこの肩甲骨の内臓側にこういうふうに分布していってこの位置にあった筋肉が発達して心臓や肺と肝臓などの他の内臓を区切る位置にこう内側に張り出していったとすれば横隔膜が完成すると説明することができます。このように進化発生学での筋肉の前駆細胞の発生の比較からヒントを得て化石から祖先動物の肺発生の仕方を推定することで
頸椎の数が5個から7個に増える進化の中で、祖先動物では、健康下筋だった部分が健康下筋と横隔膜に分かれたのだとする可能性を新たに見出しました。さらにその後、鶏肺で行った細胞移植実験などのデータから、哺乳類以外の動物でも肺発生においてこの頸部の体壁、つまり哺乳類では横隔膜前駆細胞が発生する位置が、この部分が発生が進むにつれて胸郭内部に入り込む変形が起こっていることが証明され、健康下筋から分かれて横隔膜が進化した可能性をさらにサポートすることとなりました。この研究では、哺乳類系統のみで、進化した横隔膜の謎について、発生学からもたらされた手がかりを、元に、化石からのデータを合わせて、全哺乳類的動物の肺発生を復元し、進化の中で頸椎数が5個から7個に変わった際に、前足の筋肉から横隔膜が成立した可能性を、見出しました。これはまだ、完全証明ではないので、この可能性を検証するために、例えば鶏肺を哺乳類的にしたり、あるいは、哺乳類であるマウスを祖先状態に戻すような実験を、進めたり、あるいは計画したり、しています。この横隔膜の、進化的起源は、哺乳類の頸椎、首の骨の数が7個で、そこから哺乳類での進化の中では数が変わらなかったということと関連している可能性があります。爬虫類や、鳥類の、進化では、頸椎の数は大きく、変わることがあります。例えばこの首長竜の仲間には、76個もの、頸椎を持つ種もいたことが知られています。一方で、ほぼ全ての哺乳類の頸椎の数は7個で、例えばキリンのような首が長い、種でも頸椎はやはり、7個しかありません。哺乳類の肺発生では横隔膜の、前駆細胞は適切なタイミングで適切な位置に移動しなくてはなりませんが、横隔膜の前駆細胞が、前足の、筋肉の前駆細胞と同じ系列であるということが正しければ、この前肢の位置と、横隔膜前駆細胞を生じる位置は常に隣接していると考えられます。そのため、肺発生で、横隔膜前駆細胞を生じる位置が少しでも狂ってしまうと正常に横隔膜ができない、そうなってしまうと哺乳類としては、すなわち生き残れないということになってしまうので、前足の位置も頸椎7個の位置から進化の中で変更することができなくなっているのではないかと説明できます。今回の講演では化石と肺発生、古生物学と進化発生学をうまく融合して新しい、手がかりを得たり、これまで解けなかった謎を解いたりしていく研究の進め方を紹介しました。私の研究室では他にも、例えば恐竜から鳥類に至る系統における、翼の進化とか、亀の甲羅の進化など体の形が大きく変わる、進化過程に注目した、研究を進めています。今は、こういったこう異分野融合の研究ができるエキサイティングな時代で、脊椎動物の進化にはまだ多くの謎が残っていますが、これからどんどん解明していきたいと思います。はい、ありがとうございました。